アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。前回ズサのジャスの、使い方動画をアップロードしました。それと連邦軍の、動画もアップしたんですが、そのコメントでね、新機体のこのサイコザク、このサイコザクの、性能とかをね、いろいろとコメントで教えていただきました。ありがとうございます。どうやらこのサイコザクむちゃんこ強いらしいですね。全く本当まだ何も見てないんだけども、そのフォルムだけ、フォルムだけ、一回見ただけで、実際な何が、あの肩部からのそのキャノン砲みたいなのを持ってたやつですね。これがこれ、あ、これだな。いや違う、これ、あ、これかな。120mm マシンガン両アーム、これとジャイアント、あ、これかな。なん、え、どう、え、なにこれ、右アームと左アームがある。これ両アームもある。両アームズ、あ、す、あ、なるほどな、わかったぞ。この、マシンガン両アームと、ジャイアントバズ両アーム、そして、ビームバズーカを装備してたんだな。そういうことだな。あの緑色のね、光るやつも多分こいつのやつですね。なので今回はこのサイコザクを回そうと思います。デラックスチケットは16枚ぐらいありますので、11連を1回引いてみようと思います。はい、これ高機動型ザク2サイコザク、高機動型ザク2を元に開発されたリユースピーデバイスを搭載した実験機、ああ、なるほど、リユースピーデバイスを搭載した実験機なんだ。まあリユースピーデバイスってのは非常に高度な技術だからな、それ相応のリスクはあるんだろう、あるわな。いや、リユースピーデバイスか、珍しい機体ですね。へえ、多くの重火器を持ち高い火力を誇る。出展作品、機動戦士ガンダムサンダーボルトデコマンダースカイです。はい、モードチェンジ、は、そうだよ、リユースピーデバイスっていうのはそうだよな、やっぱりそういうシステムだよな。反動軽減系のシステムだからな、リユースピーデバイスってのは。よし、回そう。10連回します。11連回します。まあなんかザクマリナーが当たりそうだな、なんかザクマリナー当たりそうだな、嫌だな。行こう。汚い手しか使えないお前はもうパワー負けしている。ちょっと待って、交換所、あぶねえ、交換所あるやん、交換、ふざけんなよ。なんだよレンタルって、え、足りない、イベントチケットじゃないアイテム、な、はぁ、あ、レンタルとかマジでさ、もうレ、は、
行きます。はい。いいだろう。銀図でも多分強いだろう。銀図でもね、この両アームはね、ちゃんと持てるの。ただただ出ルームがないだけっぽいな。よかった、出ルームがないだけで、両アームとそしてビームバズーカを持てるということで、これはもうね、銀図でも大当たりです。うん、ね、ザクマリナーの、銀図も当たってたみたいです。これザクマリナーの銀図、よし、ちょっと待って、特性は特性は、これロケシュ以外外れですね。ロケシュが外れです。機体に特性が付加されました。やったぜ。どうしよう、ちょっとせっかくだし、ちょっとこれ強化して、参戦しようと思います。このサイコザクを使ってみようと思います。はい、完成しました。これがサイコザクレベル43です。なかなかいい強化ができたと思います。まあね、あとはね、実際に使ってみてね、自分に合う機体なのかどうかってのを、判断する。やはりいかに良い機体でも、相性っていうのがありますからね、モビルスーツには。うん、
めちゃくちゃうまいプレイヤーの人が決して一番いいモビルスーツが一番うまいということは、ね、決してないんでね。うまいやつほどね、みんなが強いと言われる機体を意外と使いこなせないようなもんですよ。だから僕にはちょっと無理なんじゃないかな、サイコザクは。みんなが得意な、そうだな。やっぱね、僕にはね、ザスがね、いるんだね。ザスもちょっと悲しむよな。はい。ってことで、とりあえず1回参戦して使ってみようと思います。では、参戦します。まもなく戦闘が開始されます。参戦ボタンを押してください。あ、参戦開始残りの時間がすごく短くなって、これは大切な情報だな。気をつけよう。戦闘開始までしばらくお待ちください。まだだ。たかがメインカメラをやられただけだ。アムロノート発見しました。戦闘開始までしばらくお待ちください。おわ、ここはタクマラカン砂漠じゃないか。タクマラカン遺跡じゃないか。サイコザクマップと言っても過言ではないですね、ここは。やはりあの高火力、ここは非常に銃撃が生きる戦場になりますので、まあこのデッキちょっとね、この遺跡に関しては多少重いなと思うところもありますが、その380コスというビッグコスを入れてないので、なんとか、まあ僕のテクニックがあればね、まあ、380コースがいようと いまいと回すことはできるので問題ありません。あの四角の人いるかな。四角の人いないかな。いない。てかちょっとあれだね、連邦左官多いね、これ。連邦左官多くないか、これ。これ勝ったな、これ。これ様子見で核を運搬するってのもありですね。僕の高機動型ダムで、高機動型ダムの出番ですね、ここは。タクマラカン神殿、タクマラカン遺跡での核成功率8割5分2厘なので、任してください。以前装甲強化型ジムで B から Y の核を決めたことがあります。本当、核をね決めたことがある人間ってのはね、一握りなのでね、高校野球でいう甲子園に出場したかしてないか、その違いがあります。高校野球出撃する機体を選択してください。初動はサイコザクでいきます。出撃する地点を選択してください。X から出よう。あ、なんかこっから出ると嫌な思い出が、ここで変形してカーブしてズドーンってされた嫌な思い出が。4号機だけには気をつけよう。エテポンゲリハプティズム、いきます。おー、なんか背中になんか背負っています。これがサイコザクか。これは、あ、これどうなんだろう。ロックオン上げた方がいいのかな。ロックオン上げる。あ、かっこいい。ちょっと待ってくれ、これ何これ。吉祥かっけー。これは何、これ、うわ
こいつはかっこいいわ。あれみたい、バーチェみたい、バーチェ。うわうわ、こいつはかっこがいい。ビームバズーカを当て、すぐに、バズーカに持ち替えてからのマシンガンで一気に、もう格殺じゃん、これもう、これ格殺じゃん、これ確実に殺せる。ヤーツーだわ。あ、ちょっと死にたくない。ちょっとまだサイコザ君に乗らせてくれ、もうちょっとだけ。これは強いぞ、これ。終了、おね、ありがとう。僕がサイコザ君ですね。見ろ、この、よし、死ね。あ、ちょっと待て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 、焦るなよ、マジ許さんぞ、ほんと。サイコザク落としてみやがれ、ほんと。ぶっ殺してやるから、ほんと。うわぁ、これ楽しい。ちょっとね、あれに慣れちゃったな。ゼータのハイメガランチャーに慣れたせいで、ビームバズーカの、その、ビームバズーカの使用。ポン！あ、ちょっと、ビームバズーカのね、弾速にちょっと違和感を覚えますが、ペーン。なんかみんなのビームバズーカとエテロンビームバズーカちょっとエフェクト違うくない？なんか違う？ああー、修理して、修理して、修理をしてくれー、メノー野郎が。すいません、言い過ぎました、すいませんでした。それはちょっと言い過ぎました。すいません。ちょっと謝罪動画アップしますんで。許してください。カメラつけんなってもう、ウランフ。絶対ウランフだろ。なんか、エテのその前の動画でカメラをつけられまくってちょっと切れちゃったことがあって、その時にね、なんかコメントでウランフ、ウランフとか言うて。ウランフって誰？ウランフって誰やねん。ちょっとここいらで高機動がダムな強さを見せつけてやろう。バシン！マリモちゃん。高機動がダムのこの速さについてこれるかな？ちょっとエテがついていけなかったな、今のザックだったらマジやってたな。ありがとう。ちょっと右サイはちょっと敵が多いから左サイから行きたいんだけども、行きます。ちょっと待って、バズーカ、ちょっと今のバズーカ撃った判定にしてくれよ。ちょっと今のは高機動型どうも使いこなせてないな、これ。今の打った判定にしてくれ。早すぎな。ダム早すぎな。さあ、ズサの恐ろしさを見せてやろうか。このフルマスターズサン。じゃ砲撃はね、このマップではね、絶対許しちゃいけないからね、ほんと。本当に砲撃だけはマジで許さんからな、このマップの。バック、惜しいな今の。あ、けどアシスト入ったね。よし、すぐに壁。よし、基本に忠実に、基本に忠実。くそー、チャビ当てれてたらな今の。もうちょっと待って、ブーストのね、ブーストチャージが遅いっていうことをちゃんと理解しとかないと
ズサはね、すぐにおわひしてしまうので、ちょっとあいつ上からチャスナが狙ってるな。チャスナが狙っとるな。あ、砂。一人狙いやめろや、一人狙い。許さんぞ。あーもう。もうだ。もう許さん。マジ殺す。はい、お前殺す。切れた。おい。出てこい。くそ。無視無視。スナイパーとかマジ無視。あんな弱虫どもは無視だ。あんな弱虫は一生拠点の上でな、やってろ、よろしくよろしくやってろ。そうやって一生やっとけばいいわ。当たりもしない、そんな細い変なの打ちやがってよ。ほんとにずっとやっときゃいいんで。したい、あいつら壊したいぜ。いい感じの爆風の距離ここら辺じゃないかな。ここら辺から撃っちゃう。爆風の距離もうちょい前かな。もうちょい前だな。ここむしゃむし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 。釣られるな。出てきやしないよ。よし。機体は再生可能です。やっぱダメだ。右サイはちょっとあれだ。右サイ熱い。左サイから攻めよう。おせっかいかもしれないな。ここは飛んじゃダメ。低く。不用に出るな。低く。ダメ。あ、ビビビル。最高悪がいっぱいいる。どうだい。目は覚めたかい。出撃する地点を選択してください。行きましょう。いや、こいつほんと強いと思うわ、こいつ。なんかこのちょっとタイマンやりたいわ。タイマンでこいつの強さをほんとちゃんと確認したい。エテと対マンしようぜ。あそこ狙う。それはダメだ。それは死ぬよ。ああもうちょっと。勝ったろ今の。今のはエテの勝ちだろう今のは。ちょっと待って、エテも参加させてくれ。それちょっと高機動型ダムよ。ちょ、核もう一個出し、協力していただけませんか。じゃんけんしようや。じゃんけんしようや。じゃんけんせん。ここは公平に聞いてやしねえよこいつら。わかった。エテが全然わかる。任せろ。はい死ね。まあくそ。ここ一旦ここや。銃撃のこいつで出て、下から下、1中央から真ん中の洞窟、あそこをちょっと
騒ぎ立てよう。うん、騒ぎ立てよう。そうすることによってね、南のね、南の角はね、決まりやすくなるので。あと、みんな、あらら、落としちゃってない。あ、やっべ、やめてー、来ないで。逃げ、逃げ、逃げ。選択してください。あれ、なんかゲージ負けてるしな。行きましょう。各1個分、これは各1個分負けてるな、これ。いや、各2個分だな。よし、よし、ここからは、ここから KD 意識しよう。 KD 意識。ちょっと今日押し込みの調子が悪いな。押し込みの調子がいつもより悪いな。よし、ちょ、今のエテの獲物やぞ。やっぱチャービーはね、楽しいんだよな。チャービ楽しいな。チャージビームライフル楽しい。しまった、ブーストを見てなかった。ズザッザッザッはこれがあるからな。ちゃんとブーストの管理は怠るわけにはいかないか。落ちてな、ラッキー野郎だな。あいつ今日のラッキーボーイ。あー、オッケー。足耐えた。コンテナ回収したよ。バズーカを補充します。あー、ポットがない。ポットないか、君。ちょっと待って、ポットない。ポットはどうですか。あ、修理、修理しませんか。どこ、ありがとう。弾が欲しいんですけど、足がしびれちゃった。弾が欲しいんですけど、やっぱズサはこのでっかいこの背中に背負ってるのがやっぱトレードマークだよな、ズサといえば。かっけえわ。ちょ、相手の核ってどうなってんの？来てんの？あ、テトラやるね。弱い、そんなん。機関。ザスのアーマーを舐めるなよ。ザスのアーマーを。アーマー3500あるんだぞ。そう簡単に死なないよ。なんあ、死ぬ。ちょっともう何かなんだかわからんって。もう致命的な損傷箇所を修復します。誰か修理してくれ。もうさ、ほらすぐ迫撃砲飛んでくるしな。ここにおったらなんか炎のやつ、ほらこうやってこう撃ってきます。で、死にます。こいつ拠点の上から撃ち、もう拠点の、あ、あ、は、あ、はい、あ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 、いいんだ、それ、いいんだ。
もうお前それ弾道で場所バレバレだからな、覚えたら本当にあのやつ弾道、弾道で場所バレバレだからな、本当にやってやるよ、やってやっから。サイコサクいきます。ちょっともう上、いや上ちょっと無理、やだ上ダメだ、下そう、こっちにね、上の数字拠点を守るということも非常に大事なのですが、下側のね、警戒を怠ると核を決められてしまう恐れがありますので、ね、こちらもしっかり警備していこうと思います。で、ついでに拠点とか踏んじゃったらいいんだよ。あいやちょっともっと核出してくれ、核俺が決めるか、核を出して、なんだ核どっちが協力していただけませんか。お前じゃんけんすやろよ、お前一回それ決めれなかったらあれな、あれやで、あれで、ほんと後悔する、後悔。どこ行った、あ、見失った、死んだ。あ、けど2番、あ、1番が踏まれています。やはり僕が一番を守って要だったんだな。やっぱりこの戦場のキーマンでもあるこの僕が下に行ってしまったがために一番を踏まれてしまいました。これはこの、よし取り返すよ、一番取り返すよ、よし、そこ裏に大量に、よし、オッケー踏んだ。あこれ角さえ決まるならワンチャン勝てるよ、これ角を、1キロでも多く道連れにします。あと10秒、大丈夫、まだいける。我が軍の敗北です、速やかに撤退してください。個人評価の報告です。本部より報酬が届きました。ちょっと今回は反省すべき点が多いですね、今回は反省すべき点が多い。まあね、今回サイコザクを
ちょっと使ってみたかったっていうのもありますし、その上でのね41位、そこがねケンプファー、いつも通りこの戦場でケンプファーを使っていたら、まあ26位ぐらいには入れていたかなっていう感じですね。ちょっと今回は、敵のスナイパーにしてやられましたね。スナイパーの挑発についつい乗ってしまいました。それが敗因です。あとは命を大事に忘れていました、命を大事にするプレイング、そのプレイングをすっかり忘れてしまっていました。これは反省すべき点です。はい、ちょっとこの後ね反省会動画、約今の戦場を振り返りながらね1時間ほど反省会を開こうと思います。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。